バルメンゲマルケ教会告白協会は、1933年に、政権を奪取したナチスに反対するドイツの、福音主義教会に属する牧師、信徒たちが、モーセの十回の第一回を旗印として結成した、組織である。イエス・キリストイ・コール教会、ベルリンのダーレム地区にあり、告白協会の中心的存在だった。1933年9月、 コプロイセン合同福音主義協会は、公務員から、ユダヤ人を追放する、アーリア条項を教会にも適用することを決定し、ユダヤ系の牧師は追放された。これに反発したディートリヒ・ボンヘッファー、マルティン・ニーメラーらは、牧師緊急同盟を結成し、ナチスに対する反対運動を開始した。この牧師緊急同盟には、ドイツの福音主義協会牧師の、 約3分の1が加入した。1934年1月にベルリンで教会指導者と進学者の集会が持たれた。1934年5月29日から31日までブッパータール・バルメンで最初の第1回告白教会総会が開かれ、スイスの組織進学者カール・バルトラが中心になって起草されたバルメン宣言が採択された。 1934年10月19日から20日まで第2回国博協会総会がベルリンのイエス・キリストイ・コール協会を会場にして開催された。この第2回国博協会総会前後から内部対立が生じ始めた。一つはコプロイセン合同福音主義協会などの国博協会常議員会を中心とするいわゆるダーレム主義者と呼ばれた者たちで彼らは 求心的傾向を示していた。これに対して、もう一つの流れはルター派宗教会であり、彼らは、穏健な傾向を示していた。この二つの流れは、教会政治上の姿勢の違いだけでなく、進学上の見解も異なっていた。前者の合同教会に属するダーレム主義者たちは、バルメン宣言を、アウクスブルク信仰告白と並ぶ、信仰告白とみなし、 国白協会の中心に置いた。後者のルター派宗教会側は、バルメン宣言を、信仰告白とみなすことを拒み、あくまでも重要な決議事項に止めようとした。1936年の第4回国白協会総会でも議論されたが、この対立は解消できず、以後総会の開催もできなくなった。なお、ドイツの福音主義協会全体では、 ナツスの政策に従うドイツ的キリスト者の運動が優勢であり、告白教会の勢力は劣勢であった。1937年には、マルティン・ニーメラーが逮捕され、強制収容所に収容された。1938年頃には、教会の活動は停滞し、水晶の夜にもメッセージを打ち出すことはできなかった。バルトは、この時期を、 古いわけの時期と評している。ボンヘッファーは、義兄ハンスフォンドホナーニを介して黒いオーケストラと、呼ばれる、ドイツ国防軍内の反ヒトラー組織に接近した。しかし、1944年7月20日のヒトラー、暗殺未遂事件後に逮捕、処刑された。川島幸男、戦争、ナチズム、教会信教出版社、1993年、120ページ。 ありがとうございます。